い、皆さんはこんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。というわけでね。ソニックマニアをね、なぜかやり始めたというね。次第ですけど、まあ、そんなに時間がかかりませんのでね。まあ、何かというとね、新エンディングがね、あるということでね。今この、ラスボスのね、ちょ、待ってください。今この、ラスボスエッグマンをね、やる、いやー。ラスボスのエッグマンをね、ちょっとね、倒そうかなーってな感じ。危ねえな。援護を一個失うところだったぜ。はい。ここ、はい。いや、カワセミラ全部集まってるんで、はい、ここで、カオスコントロールして、そうやったらもうここね、ナックルズが助けてくれるんですけど、カワセミラで集めてるとこの、こいつとね、やり合うことになるみたいで。なんなんだよ、あれ。おお、エッグマンが。返せ、この野郎っつって。次元に飛ばされてしまいましたけどね。よし。合わせたスーパーソニックでボコボコにしましょう。というわけで。あ。どうなってる？あれ、あれ、あれ、あれ。あれを撃ってくるから、いや、全然意味わかんないんだけど。時間がやばいわ。相手ー、よいしょ。あ、どこ行ったの？あ、エッグマン。音速で、高速で移動ができるんですけど、あれを使ってしまうと、めちゃくちゃリング食うみたいですね。さっきやりすぎた。さっきやりすぎちゃってんの。自滅ってやつですね。たた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 い、おい。たたい。あ、痛い。あれー。暗い山、上すぎだろ。痛い。なぜ当たるの？スーパーソニックは無敵のはずだぞ。いて、ドーン。さあ、ほら、相手、ほら、よし。いい感じ。はい、ドーン。はい、はい。取って、奪ってみたいな感じ。よいしょー。これ着地してた方がいいんじゃねえかな。戦い。ちょんやめて。エピカの、わかりやすいんだよ。普通の場合は。バリアーで、一発当てる。長かったりするけど、痛い。空飛びの、待てーの。ガッツ。よし、当たったぞ。出てる。この野郎、まだ死なない。どんだけ戦うの？あ、倒したぞ。残るはエッグマン、ちょんちょんちょん、エッグマン。かーん。高速、体当たりで倒しました。なかなか面白いバトルでしたな。
はいはい。おー、ソニックが、脱出。あれ、ソニックいねえ。あれ見てーっつって。スリック死んでね。これ新エンディングなんですか？そうですか。はーい。というわけで、まあ、新エンディングの方をね、チラッと、やりました。まあ、一回死んでるし、ど下手くそだし。はい。というわけでね、まあ、新エンドの方をね、やってきましたよ。と、まあ、あと、なんだろうな。そんなわけです。新エンドの出し方はですね、カウセンフラードを集めればいいんですよ。それだけです。で、カウセンフラードをね、全部集めるとですね、リング50個で、スーパーソニックになれます。スーパーソニックになる条件はですね、まあ、50個集めてから、ジャンプして、三角ボタンですね。なぜかね、陸にいるときなんできないんだよな。着地時にはできてないので、まあ、スーパーソニックになってるとですね、ボスがめちゃんこ楽です。ボス楽ちんですね。でもまあ、最後のね、ラスボス、真のね、ラスボス以外はね、全部楽勝で倒せます。なぜならば、無敵だからです。何の攻撃来ようがもう、効かん、みたいな。代わりにテイルスが食らいますけど。そんな感じですね。あとなんかありますかね。まあ、なぜやろうかと思ったら、まあ、ちょうどね、1ヶ月ぐらい切ってるんじゃないですか。フォースのね、発売日がね。まだか。まだだね。11月の9日なんで。というわけで、まあ、発売1ヶ月ちょい記念でね、やりましたけど。そんなに長くないと思うんですけどね。あと1ヶ月待てば、ソニックがね、できますよ。新作の。どうやらですね、まあ、TGS 行った方はわかると思うんですけど、99%エッグマンが支配した世界になっているということです。エッグマンそんなもんなんか本気出しすぎじゃね？エッグマン本気出したらなんか、世界征服はあと目前みたいな。残りの1%で阻止するんでしょうね。面白そうですね。で、まあ、発売日と同時に、シャドウのね、シャドウっていうか、まあ、なんていうの？ まあ、敵側の話のストーリーが、裏ではこうなんだよ、みたいな話ですね。シャドウってそんな悪いやつだと思わないんですけどね。で、今回シャドウが敵側についてるらしいですよ。敵側についてるんですけどね。で、まあ、主役の根源はエッグマンですけど、エッグマンなんですけど、インフィニティってやつをエッグマンが作ったんでしょうね、あれ。インフィニティさんのね。どうなるのやら。で、まあ、TGS の方では、結城葵さんがね、出てましたね。でも私は行ってないんで、なんかその、
放送の方をね見てたんですけど、まあまあね、ぶっつぶっつ切るんですけどね。ああ切れちゃったみたいな。行きたかったけどしょうがないよね、忙しかったんですよ。金も、まあ、まあ金は別にいいですけど、まあ、本当に行きたかったんですけどね。ゆうきさんもプレイ上手くない？ゆうきさん上手くない？と思って。ゆうきさんはファンなんですよね、ソニックの。どっちかっていうとシャドウの方が好きみたいですけど。ああ私もシャドウが好きですよ。かっこいいじゃないですかね。ああはいはい。まだ終わらないのか。空いた時間こうやって喋ってるだけですから。受け流してっていいですよ、皆さん。まぁ、あ、ちょっと最後に、カオスエメラルドの楽だね。集め方は、まあ、皆さん知ってるかもしれないですけどね。わざわざ、また最初からやって、1ステージずつやっていくのではなく、グリーンヒルズだけで集められます。というのもね、まあ一回クリア してからじゃないとそれはできないんですけども、一回クリアして、グリーンヒルズの1のアクト1ですね。アクト1だったら絶対にあの、ボーナスリングがあるはずです。イヤホンにも多分取れるはず。なところにあるんで、それを何回も繰り返すだけです。で一回クリアしたら消えんじゃん、なんかあの網やみになるじゃんみたいな。大丈夫です。そこでやめるって、スタートボタン押してやめて、もう一回セーブ画面に戻ってからまたグリーンギルズやるんですよ。そうすると復活してるんですよ。それで何回も取れます。うん、裏技です。裏技っていうよりかどうなのかね。でもまあクリア しなくてもね、してもね、あの、あ終わった。まあちょっとやってみますね、それを。ですね、グリーンヒルズあるじゃないですか。まあね、下見ればわかると思うんですけど、カオスエメラル全部集まってますよね。7個ね。最後から、まあ、右から2番目の、あの、シルバーの、カオスエメラルのところ、めちゃくちゃ難かったっすよ。やつ、それ頑張って取りましょう。それはね。で、まあ、全部集めた状態で、ラスマス挑めた、あの、シンのね、エンディングが見れますよっていう。ちょっとやってみましょうか。出てると思うんですけどね。イヤオーにも、あると思いますね。ですね。DGS で声優の結城葵さんが出てきてね。あとは、あと、なんだっけ。今50個集まりましたね。そしたら右上に S って出てるじゃないですか。やっぱり着地してる時は薄くなるじゃないですか。ジャンプするとスーパーソニックになれますよってね。まあ今やっても意味ないんで、まあ、ダメージを受けなければできるはず。でもスピンアタックで、なんつってやるんだろう。スプリントとかで上に上がってるときはできないんですよ。こんな風にね。しょうがないですよね、それは。もうちょい多分あります。ここを抜けた先に、はい、ありましたね。あったけど、もう、ないですね。あそこにありましたよね。で、あれで、何回もできます。で、もう一回やめると、復活してるんですよ。このやめるをやるとね。復活してですね。では最後にスーパーソニックでハッシュアゴ。
아샵 위에서 예 지난번 보스한테 맨날 뭐 싸고 있어. 나 아카이드고 였다 때 완전히 그라했어. 이야 だけどもうスーパーソニック自体がチートなのでね楽にねクリアできちゃうんですね。これがまたこれがまたって感じっす。以上っすやっぱ TGS の結城さんはあのスティックスの声も当ててますよね。ソニックトゥーンのねでブーメラン持ってダッチャーっていうね、うん、ラムちゃんみたいな喋り方するんですけど、まあアニメの方でもね日本語版だとゆきさんがね声が出てますよ。アバターの声もやってるみたいなんでね、まあ女性のアバターを作りたい場合はゆきさんの声を使ってルームはずです、うん、使えるはずですね。まあ以上かな、うん、タイムアタックはタイムアタックはね正直わけわかんないんですよ。速い人はマジ速いマジ速いそんだけですね。はい、というわけでまあなんかすごいなんか申し訳ないですけど、ね、こんなとこですね。でもなフォースだとねブレイズだけ出てないですね。まあ、ブレイズ、新卒にやった方は分かると思いますけど、まあ、あれだからな。ブレイズも出て欲しかったけど、そのシルバーがね、いるから。オノディさんですよ、CV は、まあね、ソニックフォースも、龍が如くも、北斗のね、北斗か五徳でしたっけ、よくわかんないですけどね。龍が如くのなんかシステムで北斗の剣の世界をやるってことなんでしょうね。かなりのオープンワールド的な感じになるんじゃないんでしょうね。あととあるインデックスプラスバーチャルですか、それもね、面白そうなんだけど、バーチャルもね、初期からやってるんでね。と言ってもね、まあ、バーチャルマーズで終わってます。オラタンとかフォースはやってないですよね。正直、フォースはマーズとあんま変わんないんじゃないかと思うんだけど、まあ、フォースの方がね、期待数が段違いなんで。ティムジンの初期型からプロトタイプ型バイパー2はないんだよね。バイパー2あったら面白かったんですよ。ドルカスとかね、うんうん、まあそんな感じですね。あーセガさんで、あとはバニラウェアの13期ですか。あれがやっとなんかファミ通でも乗り始めましたね。バニラウェアさんだったらドラゴンズクランプロとか、ね、プロってなんだよみたいなね。まあプレス3でねやってたんですけどね、はあ、プレス3でやってたやつ、スタジオポリスの曲が好きなんですよね私個人的に。そんだけですな。はい、それではねまたね、あまだパタポンが終わってないですよね。パタポンが終わってないんで、まあ、パタポンの方もね、やっていきたいとは思っておりますよ。あとなんだろうね、虚栄都市とか。虚栄都市ね、あれ、マジ。ウルトラマンとか、エヴァとか。面白そうなんだよな、だからそれもね、実況。したいと思います、はい、まあそんなとこですかね。最近せあの
アオバルの方をね、アップしてるんですけど、まあ、そろそろクリアしたいって、アオバルの方も全然手つけてなかったから、セガさんだから、言いますけど。アオバルね、ストーリーが気になるんですよね。そのね、バトルシステム的なのもね、ほぼ壊滅的な評価なんでね。そうかな、でもノーマルだとめちゃくちゃ難しいっすよね。イージーでやってるんですよね、今。正直もう戦闘がだるくなってきたんでイージーにしたんですよ。だるいとか言っちゃってダメよね、みたいなね。はい。まあ、ニーヤの方もね、9SM はちょいちょい上げてますね。ちょいちょいね。で、夜のない国なんですけど、新エンドの方ね、方をね、目指して今やってます。ので、のでね、しょうがないです。新エンドを目指して今頑張ってるのよ、みたいな感じですね。はい。まあ、新エンドが終わっても、ダウンロードコンテンツにね、エレノアちゃんが言っていた、お菓子の国みたいな、ね、配信されるみたいです。あともう一つ。もう一人の、アルシェみたいな、ダウンロードコンテンツもね、配信される予定なんで、まあ、そちらもね、まあ、字幕の方で やってはいきますよ。はい。まあ、なんかお知らせとかはね、一応言っておきます。はい、というわけでまあ、そんなとこです。なんやかんやで20分以上ですね。はい。というわけでね、まあ、今回ソニックマニアをね、やっていきましたけども、皆さんもね、これ楽しいっすよ、マジで。というわけでね、まあ、皆さんもやってみてください。というわけで、はい。それではね、また別の作品でお会いしましょう。それではまたのご来店、お待ちしております。夜のない国もよろしく頼みます。宣伝会みたいな。